今日は2020年3月30日、月曜日です。天気は曇りです。これは過去の話題からピックアップしたものをご紹介します。まずはタイトル内容から記事欄へと読み上げます。この記事は長いため、自由、下巻の2回に分けて読み上げます。最初は自由を読み上げます。次の動画の下巻が出るまでしばらくお待ちください。青木さやか娘に触れる母に抱いた嫌悪感。最後にわだかまりを解消しようとして。受け取った手紙は、封を切らぬまま。青木さやかタレント。成人しても、結婚して子供を産んでも両親といい関係を築けなかった私が、考えを改める一つのきっかけとなったのが、父の死でした。長年にわたり母との確執を抱えていたという、タレントの青木さやかさん。現在発売中の婦人公論3月24日号で、ご両親を看取った経験を語っています。わだかまりを解消するために掲げた目標とは、ごめんねの一言が言えないまま。2014年に父を、19年の秋には母を見送りました。どちらも愛知県にいたので、近くに住む弟や親戚が主に通ってくれて、私はたまに顔を出すだけ。看病や介護の戦力にはあまりなっていなかったと思います。それでも、二人を見送ることを通して、私が得たものはとても大きかった。成人しても、結婚して子供を産んでも両親といい関係を築けなかった私が、考えを改める一つのきっかけとなったのが、父の死でした。私が中学生の頃に母と離婚した父とは、長いこと連絡を取り合っていませんでした。それでも、娘が小学校に上がってからは、ポツポツと会うようになっていたのです。父は孫に会いたいし、娘もおじいちゃんに可愛がってもらえる。三人で名古屋の父の家で会ったり、父が私の家に来たりして、私は親孝行した気分になっていたんですね。でも、私と父とのわだかまりや溝みたいなものがなくなったわけでは決してありませんでした。私は父と正面から向き合うのが怖くて、ずっと娘の陰に隠れていたのです。そんな関係が続いていたある日、父と電話で娘について話すうち、言い合いになってしまいました。私は父が放ったお前の育て方が悪いんだの一言でカッとなって、私のことを見てもいなかったのに、よくそんなこと言えるねともう反論しました。まさか、それが最後の会話になるなんて。しばらくして、父が家で倒れたと弟から連絡が入りました。気がつかないうちに病気が進行していた。危険なのですぐに手術すると。まだ父も60代とは若いし、今まで何度か大病から回復していたので、私は元気になったら、父と向き合おうと悠長に構えていたのです。そうしたら術後の回復が悪く、父は急に危篤状態になってしまいました。新幹線で駆けつけ、病室を訪れると、父の意識はほぼない状態で、コミュニケーションもままならない。病院の関係者や親戚がいる前で、この前はごめんねとも言えず、そのうちに何日かして持ち直し、容態が急変するとまた病院に呼び出される、というのが数ヶ月続きました。期待したり落胆したりの繰り返し、これが本当に答えて、精神的にも肉体的にも限界でした。そしてとうとう謝ることができないまま、父は弟と母に看取られ、亡くなったのです。娘に触れる母に抱いた嫌悪感。父との不本意な別れは、私の心に大きな傷跡を残しました。そして、父の時にできなかったことが母を看取る時の課題となりました。そのことをお話しする前に、私と両親との確執について、説明しなければなりませんね。父と母との思い出、
特に幼少期の思い出は、お世辞にもいいものとは言えません。私、両親に褒められた記憶がないんです。二人とも教師で、仕事が忙しく、私と三歳下の弟は、母方の祖母に世話をしてもらっていました。地元では学校の先生をしている青木さんの家のお子さんですから、成績にうるさく、振る舞いや発言にしても、細かくしつけられました。特に母親は、最後は小学校の校長まで務め上げた、地元では名の知られた人でした。私はそんな、何よりも世間体を気にし、嫌というほど私にいろいろなことを注意していた母が、父と離婚したことにも納得がいかなかった。離婚後は母と弟と私の3人で暮らしていましたが、次第に母が押し付けてくる価値観に激しく反発するようになっていきました。母は就職するなら公務員がいいというように、一方的に決めつけてくるタイプ。それが嫌で、じゃあ、公務員にだけはならない。母が嫌がることにチャレンジしよう、と決めました。母への反発が30代の頃の原動力だったとも言えます。今思うと、私は親にありのままの自分を認めて欲しかったんでしょうね。ここにいるだけでいいよ、と言って欲しかっただけだと思います。両親に認められなかったことがコンプレックスだったのか、私は自己肯定感が低い人間になっていました。タレントのお仕事をして褒めていただいても、自信がないから信じられない。いくらスケジュールが埋まっていようとも、苦しかったですね。こうした両親との確執を話すと、よく子供ができれば変わるよと言われたりするのですが、私の場合は違いました。娘を産んですぐ、母が私の病室に来て、娘を抱き上げた時に、なぜか急に触らないで早く帰ってと、激しい怒りが湧き起こったんです。でも当時の夫には自分の母親にそんな感情を持つことが信じられないと、強く非難されて、理屈ではわかっているんですが、嫌悪感は自分でも抑えられない。それを理解してもらえないことも、辛かった。それでも名古屋で仕事がある時や、学校の長期休みには、母のところに娘を連れて行きました。思えば私は父にしたのと同じように、孫を見せて親孝行をしているつもりになっていたんです。母も孫を慈しみますし、一見すると穏やかな家庭の風景ですよね。でも、しばらくすると些細なことをきっかけに、母に対して苛立ちを覚えてしまうんです。母は私の娘にどうしてわからないのという言葉をぶつけたり、漢字の練習で何回も書き順通りに書かせたりしている。ああ、私もこうやって言われていたと思い出し、嫌な気持ちになって。そのうち、母が娘に話す何気ない言葉が気になり出す。例えば母が今日は雨が降って嫌だねと娘に話しかける。すると、雨が嫌だと決めつけるのか。雨も楽しいじゃないかという思いが湧いてくる。昔、よく家で聞かされていた高卒だからダメだねみたいな一方的な価値観への反感がガーッと溢れてくる。だから娘を母に預けるときは、仕事だとか友達との約束だとかでそそくさと出かけ、母と長い時間を過ごさないようにしていました。発症したのは、父が亡くなる少し前のことでした。抗がん剤を投与されて寛解し、再発したら治療するということを、亡くなるまで数年、繰り返しました。副作用には苦しめられましたが、抗がん剤が効いた後は、今までと同じ普通の生活に戻る。たまに娘を連れて行けば、母は相変わらず指導するし、私もやっぱりイライラしてしまう。病気をしたからといって母が丸くなるわけでもなく、私もマザー、テレサのように優しくはなれなかった。この後に及んでもなお、わだかまりを根深く持ち続けている自分が嫌でしたね。こんな自分を変えよう、
と思ったのは、知人の一言がきっかけです。私は数年前から動物愛護の NPO 法人のお手伝いをしていて、そこで知り合った、とても尊敬できる創始者の方に、母のことを相談したんです。すると彼は、親というものは大ごとにしなくちゃと言います。それは、これまで知り合いからもトーク番組でも、うんざりするほど言われてきた言葉。でも、続きがありました。そうした方が、自分が楽になれる。生きづらさがきっとなくなるから、やってみたらと。彼に言われると不思議とできる気がしました。それに、父と仲直りできなかった私は、複雑な思いを抱いていましたし、病気の母と過ごす時間はもうあまり残されていないかもしれない、と気になって燃えて。母とのわだかまりを解消する、これが最後のチャンスかもしれない。そう思っていたところに、背中を押してもらえた感じでしょうか。仕方ない。それじゃやってみるかと、心を決めたのです。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸がありますようにお祈りしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。